C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日はですね、ちょっと厳しいことを言おうかなと思いまして動画を撮っております。今日は1月10日なんですけども、成人式がもう、明後日から始まりますね。埼玉県川越市は日曜日12日で、他のところは成人の日ですね、13日月曜日のところもあります。いろんな市があるんで、まあ、午前の式の方もいるし、午後の式の方もいるし、いろんな状況があると思うんですけども、その成人式って、例えば成人式うちやってますよっていうお店もあるし、やってませんっていうお店もあると思うんですけども、やってますって言ってても大してお客さんが多分来ないと思うんですね。自分のところで担当している20歳の方で、で、髪の毛をやってほしい、しかも、ですね、着付け、自分で着物を持っていないと、着付けっていうのは例えばレンタルしたりとか買ったところでやってもらうことになるので、なかなかですね、じゃあお願いしますって、じゃあセットメイク着付けでお願いしますっていう人って少ないと思うんですよね。そうすると黙って成人式うちやってますよっつっても、多分お客さん誰も来ないと思うんです。うちもそういう結構苦しんできたんですけども、今はですね、だいたいオリジナルのお客様がだいたい10名ぐらい、まあ、セットメイク着付けっていう方は10名ぐらいと、それと着物屋さんの提携でだいたい30名から50名ぐらいのセットメイクだけですねっていう子がいます。でですね、それをこうやり始めたというか、やったことのメリットっていうことがあるんですよね。でそれはなぜかっていうとですね、セットメイクの何ていうのかな、こうレベルが一気に上がるっていうことと、それと着付けに関して勉強をしなければできないから勉強し始めたっていうところですね。そうすると、着付けのこれやってほしいとか、訪問着とかのオファーも結構来るようになって、着付けっていうのはまあ月に毎週ではないけど、そこそこコンスタントにですね、着付けのご予約っていうのが入るようになったんですね。でメイク、セットメイクに関しても、メイクをするしたいっていう人ももちろんいるんですけども、セットに関して美容室で言うとね、だいたいセットの予約入りました、1時間っていうのが結構ね普通なんですよ。未だに普通なんですよ。セットやってください1時間っていうね、セットやってください1時間ってちょっともうそんなの無理だよね。うちでも30分で撮ってるんですけど、まあ、30分で楽勝で終わる、もう15ぐらいで終わっちゃう子もいれば、まあ30ギリギリで終わる、まあむしろ終わんないみたいな子もいるんですよね。でまあ、それは練習量とか、その、まあ、空気感っていうかね、まあ、頑張ってますよみたいな感じの子はもちろん結構早い段階、早い時間でできたりとかしますけど、プラスね、自分のところが成人式ではない日の成人式、要するに今、成人の日の当日に成人式のところと、前日の日曜日の成人式の時があると思うんですね。で、次の日、もしくはその前の日の成人式に他のところで参加するかどうかっていうところもすごくね、成長に関わってくると思うんですよね。特にですね、成人式のヘアメイクを、そのヘアメイクさんと一緒に参加するっていうところにこう行くっていうことはですね、すごい成長します。だいたい僕が言われてるのが、ヘアメイク事務所の方から、このくらいのタイムでできる人がいればご紹介くださいっていうふうに言われてるのが、1時間で3人ですね。セットが3人、メイクも3人で、セットメイク両方とも自分でやる方は1時間で2人仕上げてくださいっていう、セットしてメイクして、2人仕上げられますかっていう方を、募集してますっていう感じで来るんですよ。そうするとね、時間に縛られた仕事をするようになるんですね。で時間に縛られた仕事っていうのは、賞味期限というかですね、締め切り期限が決められた仕事なんで焦るんですよ。で焦るってことは何がいいかっていうとですね、レベルが上がります。これはね、
売れてる美容師とか、たくさんお客様を抱えてる美容師っていうのはですね、仕事が遅い人一人もいないです。逆に言えば仕事が遅い人は、お客様に支持される可能性が非常に低いっていうのと、もっと逆に言うと仕事早くやればお客様にたくさんのお客様に支持される可能性が高いっていうことなんですよ。これはもうそういうもんなんです。俺は違うとかいう人がもしいたら、これはもう絶対あなたは間違ってる、早く仕事をすることがお客様に支持されることですって言ってもいいぐらいですね。でそれが雑とか下手くそとかっていうのはもう論外です。論外で、ある一定のレベル、美容師から見てもうまい、お客さんから見ても本当に何々さんで上手だよねって言われるレベルっていうのが大体あると思うんですよ。そのレベルで早いっていうことがすごく大事なんですね。で成人式で言うと、もちろん可愛いスタイルつけなきゃいけないし、もっと大事なのは崩れちゃダメなんですよ。で崩れない、最低限崩れなくて、ある一定のレベル、ああ素敵っていうぐらいのセットができた状態で、やっぱり15分から20分でセットをやらないと通用しないんです、その世界では。だから、そういった世界に飛び込むっていう、ヘアメイクの世界に飛び込むっていうのはすごく大事なことで、でね、これをね、実はヘアメイクの人を呼んで、美容師じゃなくてですね、ヘアメイクの人を呼んでセットメイクを、デモみたいなのを毎年やっていたんですよ。最近やってないんだけど、でその時にね、他の美容室の方とか呼んだんですね。でね、言われることがあるんですよ。ヘアメイクの人の仕事を見て美容師たちがなんて言うか、すごいですよ。うちらの方がうまいじゃんって言うんですよ。これは確実にみんな言うと思うんですよね。いやいやいや違うからって、ベースが違いますから。1時間でね、3人もしくは4人ぐらい仕上げようっていうような状況で仕事をしている方の仕事と美容師の仕事っていうのは違うんですよ。だから全部それを見ろとかじゃなくて、どんだけ取り入れられるかっていうことなんですよね。でも見ないと、そういう世界を知らないまま終わるわけじゃないですか。1時間で4人セット終わりますっていう人の仕事を知らないで、で1時間ですって言われて予約取って、1時間ギリギリで、ああもう1時間経っちゃうとか思いながらセットしてるわけじゃないですか、美容師って。そんなんでね、レベルが上がることはありえないし、やっぱりこう早い仕事の中で、終わる時間が決められた仕事の中で、ある程度のクオリティを出さなければレベルっていうのは絶対に上がらないです。でそういう状況に自分を追い込むしかないんですよね。追い込むしかないから、そういうところに行くっていうのが一番レベルが上がることだと思うんですよ。ちなみにシーノのですね、新卒4人いるんですけど、その去年入ってきた新卒4人いて、その中で3人ですね、1人はメイクやりたいって、1人はあんま興味ない、で2人はもうセットメイク両方とも好きっていう子がいて、この子たちは多分もう半年 入社して半年ぐらいから、多分普通の美容師、その辺にいる美容師よりも全然セットうまいし、全然メイクもうまいし、しかも大体15分か20分ぐらいで全部終わりますね。でそれはね、そのセットって言ったら1時間だよみたいな美容師の仕事を見せてないというか、そんなクソみてえな仕事見てもしょうがねえから、もう最初からそのヘアメイクってこういう感じやってるからっていう、セットも10分10分で終わる、メイクも10分10分で終わるみたいな仕事を見て練習してるから、それが彼女たちにとっては普通なんですよね。だから普通の美容師が1時間でやってる仕事を花から見せられて、メイクしてんの1時間ぐらいかかってるのを見せられてたら、多分ですね、そういう子たちは生まれないんですよね。要するにそういうこう厳しいっていうか、それが当たり前だよっていう状況に置いとけば、全然それを、やることも、まあ、別に普通で20分でメイクできないとやばいって思いながら練習するわけだからね。同じようにね、美容師の指名数だとか、そういったところもそうで、そのお店に一番指名ついてる人が100人やっとですみたいなところのね、ところで育つ人と、300人でそれが普通ですっていうところで育つ人と、全然環境が違うじゃないですか。でやっぱり僕は先輩としてたくさん指名をつけるべきだし、売れる美容師になる必要があるし、でそのためには仕事を早くしなきゃいけないっていうのを、染み込ませる必要があると思うんですね。
うちでもね、もったいないことかもいるんですよ。あなた仕事早くすれば絶対締め伸びるのにとか、絶対レベル上がんないとかっていう人いるんですけど、大体自分で気がついてそれをやるかどうかっていう世界の話なだけで、自分で気づいて早くやんなきゃって思う子はどん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 伸びますね。だからやっぱりスピードっていうのはすごく大事だと思うんです。だからもっと極端なこと言うと、例えば撮影とかあるじゃないですか。で、撮影とかでヘアとかメイクとかちゃんとして可愛いスタイル撮りましょうっていう時に、時間も関係なくダラダラメイクして、可愛くできたねって言って写真撮っても何のレベルも上がらない、ただの自己満足で終わるっていうことです。お金がかかっていて、何分までに終わらさなきゃいけないっていう、こう焦りとか、そういうところから自分を高めていって、まあ、なんていうんですかね、ある意味こう、脅迫、自分ブラック化計画みたいな感じで、ああ、高いっていう状況で仕事するからレベルが上がるんで、趣味みたいな仕事では、ね、レベルが上がらないっていうところですね。なんで美容師はそういう、こうヘアメイクのところに、ね、行かないのかっていうのが不思議っていうのもありますね。そのヘアメイクからお仕事をいただいている、いて、他の美容師さんにもご紹介するんだけど、誰も来ないですね。で、まあ、誰も来ない美容師さんっていうのを、そこの店、大体セットって言われたら1時間っていう店なんですよ。だから、私にはできない、2つパターンがあると思うんですね。私にはあの仕事はできないから、行かせられないって思ってるのか、それから、うちらの方がセットメイクうまいじゃんって思ってるのか、これ2パターンだと思うんですね。だけどその世界に入らない限りはあなたのレベルは上がらないっていう、そういう話でした。はい、仕事に行ってまいります。それではさようなら。いいですか、はい、3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。すげえ盛り上げ